これから会議だってのに気合い入れねば。目覚めました。うん、新しい快感に逃げなきゃ。入ってます。タンポン派ですか。そういう意味じゃありません。会長、あまり細かいこと気にしすぎるとハゲちゃいますよ。下の毛なら歓迎だ。そうですか。ベネズエラ、ノルウェー、ガテマラ。さすがだな。常識です。ナプキンね。うん、3日目か。楽しみすぎて眠れない。あ、そうだ、低層帯は外しておかないと。兄がいつもお世話になってます。兄弟だけに似てるわね。そうですね、共にまだ生体験もありませんし。そういう意味じゃないよ。だいたい処女と童貞は同列にできないよ。何この周知プレイ。人に見られてる方が興奮するっていうか。え、ごめん、何の話。朝起きたら無理な体勢で寝てたみたいで。なるほど、その状況から察するに床オナ中に寝落ちした。全然察してない。出そうで出ないのってすっきりしませんね。へえ。目線上げて。しのちゃんから聞いたんだけど、津田くんやっと皮むけたんだって。それ何に言った。こたつちょっと暑いな。温度下げるか。ちょっと待ってくれるか。ローターのリモコン、こんなところにあったのね。やっと止められるよ。寝るか。あ今夜は寝かせないぞ。え、何。琴音、サンタさんのことで知りたいことがあるの。なんだい、言ってごらん。ね、サンタさんの性癖。ありがとうございます、会長。